袖付きのモビルスーツを撃退したバナージであったが、戦闘後に気を失い、地球連邦軍の船ネイルアーガマに収容される。艦内で再会するバナージとオードリー。私と逃げて。しかしネイルアーガマは赤い彗星の再来と呼ばれる仮面の男フルフロンタルに襲われる。見せてもらう。